絶品すぎるチャーシューを作っていくよ。これを作っておけばちっちゃい男の子から大きい男の子まで喜ぶかなと思います。すいません調子乗りました。今日は豚肩ブロックと豚ももブロックを使って、はい、やっていきます。まあ、肉は何でもいいですね。はい、鍋に、はい、肉ドーン入れたら水をひたひたに入れて致死量の、はい、生姜とネギ、そしたらねアクが出てくるんでアク取ったら蓋して20分間煮込みます。20分間ぐらい煮込んだら、はい、一旦キッチンペーパーで水分取って、はい、ジップロックでも何でもいいです。はい、調味料ここに書いてあるものをどんどん入れてって最低1時間から最高何時間でも OK。 冷蔵庫でね、はい、つけておいてください。そしたらこれ朝のうちね、はい、時間あるうちねペーパーっとやってたらね、もう焼くだけなんでめちゃめちゃ簡単でおすすめ。フライパンにね少量の油ひいたら、はい、もう焼いていきます。ドーン、はい、焦げ散らかしました。思っとった以上に焦げたけどね、はい、チャーシューはこれぐらい焦げとった方がいいということで、はい、でねあの袋に余ってるタレをねフライパンにちょっと煮詰めたら、はい、あとはねもう肉ドーン入れてねかけていくだけです。もうめちゃめちゃいい感じ、完成です。はい、美味しい。これはねラーメンのトッピングにもおすすめやし、はい、あのねチャーハンに混ぜてもいいし、めちゃくちゃ美味しい。よかったら作ってみてね。今日もありがとうございます。